皆さんこんにちは、褒めまくりです。皆さんお元気に過ごしてらっしゃいますでしょうか。今日はですね、アメリカ大統領選を通してですね、感じたことを、お話ししたいなと思います。題してですね、多様性は国家を破壊するです。それでは早速行ってみましょう。アメリカって多様性ダイバーシティの代表的な国家ですよね。小さい地球とか人種のるつぼとか、アメリカのことをそういう風に言う時もあると思います。まあ白人が作った国ですけど、その前にインディアンが住んでて、まあインディアンって言っていいのか、インディアンっていけないのかな、まあ先住民族が住んでて、でまあ白人が占領して黒人を連れてきて、まあ日本人を含めてアジア人が移民し、まあ中南米から移民が大量に押し寄せ、中東アラブイスラム圏から移民が大量に入ってくる、入ってきた、まあ、そういう国ですよね。まあ、非常に多様性がある国ですよね。まあ、そんな中、アメリカ大統領選が行われたわけです。結果どうですか？結果めちゃくちゃですよね。少なくとも、まあ、20世紀中は白人同士の戦い、白人の民主党、白人の共和党の戦いっていうのはあったと思いますけど、アメリカ国内で乗り越えることができないほどの壁、大きな壁っていうのはなかったんじゃないんでしょうかね。今はもう内戦のごときですよね。多分この壁は乗り越えることはできないんじゃないんですかね。それは白人同士の戦いじゃないからです。まあ人種の戦い、宗教の戦い、政治思想の戦い、もうごっちゃごちゃになったからですよね。左派はよく、左派、極左とかがよく使う綺麗事の謳い文句で、人類皆兄弟とか、この人類皆兄弟って左派の一丁目一番地の主張だと思ってるんですね。保守の一丁目一番地の主張は自国第一主義です。全く相反しますよね。これも乗り越えることができない壁です。白人とイスラム、まあキリスト教とイスラム教も、これも乗り越えることができない壁です。自由主義、民主主義と共産主義も、これも相入れることが絶対にできない
大きな高い壁です。多様性ダイバーシティって綺麗事ですよね。綺麗事だと思ってます。でもそれが日本国内においてあたかも正しいような言い回し言い方してますよね。政治家もマスコミも経済界も左派も。多分このダイバーシティ多様性っていう言葉を否定的に言ってるのっていうのは保守系の人だけなんじゃないんですかね。それ以外、左派も極左も今言いましたけど、政治家もマスコミも企業も経団連もあたかもそれが正しいみたいな言い方、日本はそうなっていくべきなんだっていうような言い方してますよね。それって正しいんですか？アメリカを見てください。 EU を見てください。多様化した結果がもう内部分裂ですよ。一回入れちゃったらなかなか取り除くことはできません。取り除くことがもしできるとするんだったら、日本で言えば徳川将軍家みたいな強い政権が強制的に追放処分、これを力強くもう行うか、これを行うことができたら、この多様性っていうのは取り除くことはできると思いますが、今の社会において世界において強制的に取り除くっていうことっていうのはなかなかできないですよね。それに苦しんでるわけですよね。アメリカも EU もそして日本も。もともと EU もアメリカも日本も、アメリカは先住民もいましたし、黒人もいましたから、日本みたいにほぼ同一民族という国ではなかったとは思いますが、それでも白人が大多数を占めてましたから、そんなにひどい多様性ではなかったと思うんですね。EU もそうですよね。今はもうひどいですよね。他人の国だから客観的にアメリカについても言うことできますけど、アメリカの白人層の気持ちを考えると腹渡逃げくり返ってんじゃないんですかね。こんな状態になったことが、自分たちの権利、力、権益がどんどんなくなってくるわけですよ。恐怖心すら感じてるんじゃないんですかね。多分もう終わるんじゃないんですかね。内戦の確率も結構高くなってきてるんじゃないんですかね。前に30年後には白人は少数民族に転落するっていう動画を作りました。30年待たないうちに社会的な歪みができて、もう10年とかそこらで危険な状態になるんじゃないんですかね。絶対なるとは言いませんけど、相当やばい状態になるんじゃないんですかね。アメリカってもう共和党も
民主党も相手に対して歩み寄ることはできないでしょう。まだ20世紀までだったらお互い白人同士ですから妥協っていうのはある程度はできたと思うんですよ。今じゃもうできないですよね。もう民主党は完璧に極左と左翼に乗っ取られたようなもんですよね。それに移民たちが支持してるわけですよ。もうキリスト教じゃない人たちですよね。イスラム教徒もそう、共産主義も民主党を応援してるでしょう。社会主義者もね。で、黒人もそうですよ。で、共和党の方はキリスト教、白人ですよ。相入れることはもうないと思いますよね。強制的に追放するしか方法はないですよね。不法移民とかをね。多様性、ダイバーシティって本当に危険ですよ。スウェーデンなんかも移民が 14% かな、まあ、10% を超すと本当に危険になると思いますね。大きなテロはありましたよね、スウェーデンでも。まあスウェーデン以外でも EU でもそうですよね。左派とか極左とか理想論で語るわけですよね、綺麗事でね。自分たちの夢の世界を。でも現実に生きてる人って夢だけで生きてるわけじゃないですよね。現実に好きとか嫌いとか生理的に嫌だとかそういうのがあるわけですよ、人間ですから。それも 10% とか超える移民が入ってきたらアメリカなんかはもう半分以上移民にな、あの白人以外になっちゃうわけですよ、30年後には。もうちっちゃなバタフライじゃなくて超巨大なバタフライが羽ばたくわけですよ。ものすごい加速で加速をしてビリヤードを行うわけですよ。もうちょっと想像つかないような衝突がバン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 って起きるんじゃないんですかね。そういうことを日本政府が今の自由移民党が考えてるのかどうかって彼らに解いてみたいですよね。日本でも各地方、東京も含めてですけど、イスラム教の土葬問題、中国人、韓国人、ベトナム人の犯罪、このままずっと行ったら止めらんなくなると思いますよね。嫌悪感を持つ日本人もそれに比例してバンバン増えていくと思います。その時どうなりますか。何がダイバーシティですか、多様性ですか。ふざけるなって言いたいですよね。アメリカ大統領選を通して多様性っていうのは本当に危険なんだなって褒めまくりは感じました。まあそういうことを感じている人もいらっしゃるとは思います。日本という国は褒めまくりの母国です。愛する国です。日本の伝統、文化、
この自然、この人、100年先も200年先も1000年先も将来の日本人に受け継いでいきたいなと思うんですね。目先の利益だけ、お金だけにとらわれることなく、今の政治家には100年先200年先を考えて行動してもらいたいなと思いますけど、そんな政治家いませんよね、今は。そう思います。まあ思うんで、こうやって皆様のに聞いてもらいたく、まあこういう動画を作ってるんですけど、本当にこのままでいいんでしょうか。皆様に考えてもらいたいなと思います。まあ、ちょっともう今日は16分、経っちゃったんで、今日はこの辺で終わりにしたいなと思います。また次回お会いしましょう。よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。今後も皆様に楽しんでもらえるような出来事をどんどん取り扱っていこうと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。